真っ赤という裸の音です。今はワックス加工の仕上げ作業をやっているんですけども、今お預かりしている靴がですね 1,2,3,4,5,6,7 ありまして、今日、5足を完成させる予定で、今最終的な仕上げをやっています。でこのワックス加工なんですけども、よく、ご自身でワックス加工をチャレンジされている方の中から、あのメールでですね、時々、完成した後にメールを送っていただいているんですけど、僕が塗って、動画を流していたりとか写真を掲載していたりとかっていうほど、こうツルツルピカピカ光沢感が出ないということで、そういったこうメール、ご自身で初めてチャレンジされて、なかなか最初初めての時になかなかそこまで、手際よくですね作業ができないので、仕上がり具合も若干変わるんですけども、そういった感じでどうしてだろうって悩まれている方から時々メールが、来ます。で、この作業はですね、おそらくうちでセット購入されて、作業されている方初めてだと思うんですよね。で初めてそのこのワックスを塗る、最初にヌバックレザーのあの状態からワックスを塗って、一応、手順であったりとか、タイミングだったりとか塗るこう量だったりとか、そういうところももう初めてのことなので、なかなかこう手際よくはパッパパッパできない。それが原因で途中で乾燥してしまったりとか、塗る手順を間違えてしまったりとかですね、そういうことが原因でこう光沢感っていうのがあまり出ないなっていうような、こともあるんですけど、そこはですねそんなに気にする必要はなくて、このワックス加工はですねツルツルにピカピカにするっていうのは目的ではなくて、こんな感じなんですけど、目的ではなくて、この革自体が持っている柔軟性だったりとか、衝撃を吸収する能力だったりとか、柔らかさだったりとか、足に馴染むっていうところの、馴染みやすさだったりとか、このワックス加工によってそういうところを増す、そういうところ この機能を増していく、まず柔軟性をいかにこうどんどん失われていくだけなので、この革はもう製品になった時点からどんどんその柔軟性、この本来革の持つ機能っていうのはどんどん失われていくだけなので、それをできるだけストップさせる、失われないようにしていくためにこのワックスを塗っていただいているんですけども、ただピカピカにするっていうのはもう二の次、うまくこうなんていうかな、できるようにというか、慣れて、慣れが必要なんですけど、ワックスを塗るのに慣れて、手際よくできるようになったりとか、あとは塗ってる途中でですね状態見て、2回目であったりとか3回目であったりとか塗り始めだったりとかの状態を見て、ここが足りないなとか、ここ不足してるなとかっていうのがあれば、後から例えばワックスだけをちょっと追加してみたりとか、そういうのはもうここ経験とか慣れで、これをここで塗っとけばいいのかなとかっていうのは経験とか慣れで分かってくることなので、結局経験を積んでいくしかないんですよね。で僕はもう10年とか、十何年ってこのワックスを自分の靴から始めて、いろんなことやって、何か塗り忘れていたりとか、ちょっとこれを塗るのを、やめて、手順をちょっと変えてみたりとか、そういうこともやりながらいろいろやった中で、この手順がいいなっていうことで今やってるんですけども、その中でですね、これが足りないなとか、途中でこれを増やしたりとか、その手順通りじゃなく、その時のこの靴の状態で、ちょっと変えてみたりとかっていうこともいろいろやっているので、最近はうまくなってきたかなという感じもあるんですけど、最初からそれができるわけではないので、そんなに心配することはないと。でこれからその靴をですね10年履いていただく中で、何回もこうまた自分の中で試行錯誤して、塗り方をまず最初は慣れていただいて、とりあえず僕が説明している手順でできるようになったら、今度は少し変えてみたりとか、していただいてですね、だんだんこの自分のいい塗り方っていうか、こういう時はこうすればいいんだなっていうのがだんだん分かってくるようになっていくので、10年ぐらい経てば皆さんもうまくできるように、10年経たなくても、2、3年で多分うまくなっていくと思うんですけども、そうなった時に、このレザーの状態
っていうのをこう見ながら対応ができて、その靴もですね、最初に1足目として購入されて始められた靴もですね、何回も何回も履いたり塗ったりとかしてる間にどんどん取れたりとかしてくるので、取れてまた塗ってっていうことを繰り返すから、最初の状態っていうのはあまり関係なくて、いい状態っていうのを作っていける、いい靴を作っていけるんじゃないかなと思いますので、もう最初の1回目塗ってみてちょっとこううまくいかないなっていうことで落ち込まないで、ぜひ経験、また履いてですね、どんどん履いてワックスが落ちたらまた塗ってっていうことを繰り返してやっていただければ、そのうち慣れますので心配しなくても大丈夫です。ただまあツルツルピカピカにするっていうのが目的じゃない、たまたまそうなるだけで、まあ靴の状態をですね、維持する、この革の状態を維持するということが目的なので、そこだけちゃんとやってれば大丈夫なので、心配せずに塗ってください。